マットリンドランドは、アメリカ合衆国の男性レスリング選手、総合格闘家、政治家。オレゴン州オレゴンシティ出身。チームクエスト所属。ブラジリアン柔術黒帯。2000年シドニーオリンピック男子グレコローマン 76kg 級、銀メダリスト。2008年からは、オレゴン州共和党の議員を務めている。15歳からレスリングを始め。 クラッカマスコミュニティカレッジ時代には、んじゃか王者になり、ネブラスカ大学時代は、NCWA ディビジョン1で活躍した。大学卒業後の1997年に、プロ総合格闘技デビュー。1997年2月24日、総合格闘技デビュー。1997年9月20日、IFC ミドル級トーナメント決勝で、トラビス・フルトンと対戦し、 優勝を果たす。2000年9月、シドニーオリンピックに出場し、レスリンググレコローマン7 6ラム級で銀メダルを獲得した。2000年12月16日、UFC 初参戦となった UFC29 で安城陽次と対戦し、マウントパンチで TKO 価値を収めた。世界選手権銀メダル獲得2001年11月。 レスリング世界選手権に出場し、レスリンググレコローマン 85kg 級で銀メダルを獲得した。2002年5月10日、UFC37 でムリーロブスタマンチの持つ世界ミドル級王座に挑戦し、フロントチョークで一本負けを喫し王座獲得に失敗した。2003年6月6日、UFC43 でファラニコバイタレと対戦。 投げを繰り出した際に自ら後頭部をマットに強打して、失神し、TKO 負けとなった。2007年4月14日、ロシアで開催された、バダゴーファイトでプライドヘビー級王者、エメリアー・エンコヒョードルと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本負け。2008年7月19日、アフリクションハタアゲ戦ンアフリクション、バンドでファビオ・ネガンナ・シメントと対戦し、3から0の、 判定勝ち。2009年1月24日、アフリクション、デイ・オブレコニングで、ビクトーベウフォートと対戦し、左ストレートでダウンしたところにパウンドを追撃され、失神小負けを喫した。2009年12月19日、ストリックフォース初参戦となった、ストリックフォース、エボリューションで、ホナウド・ジャガレーと対戦し、片方目で一本負けを喫した。二千十年十二月四日、 ストリックフォース、ヘンダーソン VS、ボブルで、ロビーローラーと対戦し、右フックで失神小負けを起死した。2011年5月21日、KSW16 で、マメット・ハリドブと対戦し、ギロチンチョークで一本負け。ありがとうございます。